はい、デーツですね。8月25日、日曜日朝8時過ぎになります。昨日ね、サンフランシスコに到着して、ホテルチェックイン後に、半日駆け足にね、サンフランシスコを回ってきたという感じになります。で、時差の関係もあってちょっと疲れちゃったんでね、ホテルでも最後の方は気を失って、それで終わったという感じになるんですけど、今日はね、これからまた、サンフランシスコ空港に戻り、ラスベガスへ、向かいたいというふうには思います。で、目の前ね、もう海が広がっていて、これすぐホテルのそばなんですけど、少し散歩するコースになっていて、朝すごく気持ちいいような、そんな、場所になってますね。昨日といえば、ウェイモですね。ウェイモに初めて、乗りました。で、自動運転ね、最初の1分は物珍しさから、わーすげーわーすげーなんつって同僚とね、こう言いながら乗ってたんですけど、あまりにも人間的というか、あまりにも自然すぎて、もうこれ機械が勝手に運転してるなんてことを思わないようになってきちゃうんですね。これ不思議と完全に信頼するような、そんな、運転なんで、もう最後の方はもう慣れちゃって普通に乗ってるだけみたいな、なんかそんな、ある意味感動は一瞬みたいな、素晴らしい乗り物でしたね。いわゆる昔からあるタクシーからウーバーとかリフトね、につい最近こうシフトしたなと思ったら、もうあっという間に自動運転の時代がやってきたと、そんな、風に感じた、ウェイモでした。で、ちょっと昨日はね、いろいろてんこ盛りで、いろんなとこ回って観光してみたものの、ちょっと疲れがあって、ちゃんとまともに動画が撮れてるかというと、なんか歯抜けのような状態になっていて、なんだかよくわからない動画になってるんじゃないかなっていう気はしますが、今日からね、本番ということで、徐々にこう撮影のクオリティを上げていきたいかなと、いうふうには思ってます。で、あとはそうそう、最近のサンフランシスコといえば治安が良くなくて、で、結構ヤバめという話はちらほら聞かなくもないんですけど、少なくとも昨日は、土曜日の昼間の観光ということもあったんで、これまでの、サンフランシスコと何ら変わらないような、そんな風景でしたね。ただ一つだけ、これカリフォルニア州かなの法律なのかだと思うんですけど、ある一定の金額以下の犯罪窃盗に関しては罪に問われないと、いうことで、もうやったもん勝ちみたいな、そんな、感じになっちゃってるんですよね。ですので、いわゆるこう小売業というか、そういったものがお店をどんどん構えなくなっていて、テナントが脱げちゃってるようなね、そんな、風景はありました。ユニオンスクエアのところにはユニクロが昔はあったりね、あとギャップの旗艦店とかもあったんですけど、もうそんなのも何年も前からもうすっからかんで、後に誰かが入ってくる気配もないと、そういったような感じなんですよね。で、それと、ユニオンスクエアから少し外れたテンダーロインという地域エリアですかねに関しては、相変わらず治安も良くないっていうので、場所さええー、ちゃんと選んで観光している部分には、これまでずっとあるサンフランシスコと、何ら変わらないすごくいい、都市なんだろうなという、海外旅行それほど経験のない人でも特に危ないと思うことはほぼない、そんな、都市なんじゃないかなというふうには思います。はい、じゃあちょっとこの後ね、空港の方に移動して、ラスベガスへと向かいたいというふうに思います。
はい、サンフランシスコ空港に到着です。でとりあえずはねちょっともう11時のフライトであまり時間ないんですけど、朝飯食べてないんでちょっとユナイテッドクラブによってね朝ごはんだけ食べて、飛行機に乗りたいかなというふうに思います。で相変わらずねセキュリティチェック時間かかるんで早めに来ることを、おすすめはします。まあ、といっても10分15分ぐらいかな、かかるかなという感じですね。ちょっとユナイテッドクラブでは時間がほとんどなかったんで撮影はできなかったんですけど、もう、朝食を食べてたら、搭乗の時間になっているということなんで、これからねラスベガスの方へ向かいたいというふうに思います。で私のシートは 28A なんでここですね。で今日はどうなんですか、ダッシュ800か900か分かんないですけど、まあ何かの可能性が普通にある小型機ですね。にしてもサンフランは毎回いつ来てもいい天気だったと。ユナイテッドの国内線の座席って全然私も小人なんですけど、膝拳1個分ぐらいしか切らないと、このアメリカに渡ったらどうやって買わられてるのかって毎回思いますよね。あっという間にラスベガスへ到着ですね。まだ疲れると時差が残っているのか、離陸した瞬間に気を失ってあっという間に着陸と、いうことになりました。で先ほどねもうホテルのチェックインがオンラインで終わってて、デジタルキーもね発行されていたんで、これからもうホテル行ってちょっと一旦休憩しようかなというふうに思います。相変わらずラスベガス空港はこういったスロットがあってやる気満々というか、まあ、前回も言ったんですけど、まあ、これは、ラスベガスから去る人向けに最後までお金を落としていってねっていう、まあ、そんなスロットですよね。あの日本でいう外国人向けの、 あのガチャガチャと一緒と、あの余った小銭はそこで使っていけというそんな仕組みですよね。で、バゲージクレームには、電車をね、電車っていうのかな、グランドトランスポーテーションですねに乗って、バゲージクレームまで行くという感じですね。でここで間違いがちなのが2つ経路があって、片側はアメリカンとデルタ、赤い方がユナイテッドという形です。ここはどうも無人の、売店のようですね。だけどどうやって買うのか分かんないで入らないと。
はい、ウーバー乗ってね、デュラのホテルに到着です。ちょっとね、部屋の紹介といっても去年と同じホテルなんで何の変わり映えもしないですし、ラスベガスのホテルはねそれほど変わったもんじゃないんで、どこも、面白くはないかもしれないですけど、ちょっとねデラのホテルの中を紹介したいかなというふうに思います。なかなかねちょっとゴージャスなホテルですよね。比較的泊まってる人たちもお金を持ってそうな人たちが泊まってることが多いんで、比較的安心して泊まれるかなというふうに思います。デラのホテル部屋に到着です。でも去年とはね全く同じなんであれですけども、残念なのがというところなんですけど、今年は3階でよいしょ、もう何も見えない、ベガスの眺望ゼロっていうやつですね。もう最悪の部屋ですね、ここは。残念というところですね。で部屋も同じで、2つ部屋があって、片方が寝室と、キングの一つのベッドのタイプですね。まあ一人で泊まるんでこれで OK と。で、まあ浴室はあるんですけど、これは絶対使わないのでシャワーブースというところと、この先はトイレですね。トイレは2つ相変わらずあって、でテレビも寝室と、こちらこれリビング側っていうんですかねにあると。まあテレビアメリカでは見ないですけどね。まあそんな感じになってます。いやあ、しまった。水買ってくればよかったな。失敗しました。今日はね、朝からサンフランシスコから移動してきて、ラスベガスでやっと到着しチェックインした後という、まあ私の出張およびちょっとした旅行としては、2日目の続きということになります。多分2本目の動画になってるかな。どこでねちょっと区切れるか分かんないんで、何とも言えないんですけど、おそらく私が、昨日撮った内容から考えると2本目になるんじゃないかなというところで、開始しています。でちょっとチェックインしてね、今は3時ですね、なんですけど、夜ディナーまで少し暇だということもあって、またねラスベガスの通りを歩きながら少し話したいかなというふうには思います。去年とねあまり変わり映えするところは正直ないかなという気はしてるんですけど、なんかね1年経つと少し変わっているところもラスベガスのストリップ大通りあるかなというところもあるんで、ちょっと見ていこうかなという気がしてます。という中で1個目の前ここですね、これまではあのトロピカーナというホテルがあったんですけど、もう営業は停止して、取り壊されているというところです。でこれはあれですよね、メジャーリーグが来るのかな、野球場に変わるんですよね、になるので、その建築が始まるために取り壊されたと、いうことだと思います。どこだっけな、アスレチックスかなんかだと思うんですけど、このクソ暑いのにメジャーリーグがどうやってやるんだろうかと、ドームじゃないとは聞いてるんですけど、どうなるのかちょっと楽しみですよね。ニューヨークを抜けてねストリップ通りです。相変わらず人は多いしめちゃめちゃ暑いというラスベガスですけど、実際の気温は分かんないんですけど、アップルウォッチの天気予報を見ると33度、さっきまで32度って書いてあったんですけど33度ということのようです。なんでね、あの日本の夏もう35度だ6度だっていうところをずっと経験してきて、しかも日本は湿度がバリバリ高いという中から、このカラッとした33度はむしろ快適に感じてしまうのが怖いところということですね。私ラスベガスに来るようになってもう17年ぐらいかな、前に初めてラスベガス来た時はこの暑い気温にはもう耐えられないって思ったんですけど、今日来てみるとなんてことないっていうのが
今の日本からすると実情かなという気はします。で、まあ、ラスベガスね、去年も同じことを言ったんですけど、治安はねすこぶる良いので、初めて海外旅行行くのに少し怖いなという人もいるかもしれないんですけど、もう全然安心して、歩くことができます。こうやってね私があの撮影しながらぼーっとボスボス言いながら歩いてても全然問題はないというそんな街ですね。まあ、唯一気をつけなきゃいけないのは、これも去年行ったんですけど、キャラクターがいるんですよね。ミッキーマウスとか、あとはスパイダーマンだとか、そういうのを撮ってしまうと何かお金を請求される可能性があるので、そういうキャラクターがいるところだけは、撮影をちょっとやめて、通過するみたいな、そんなことをね去年もやってるんですけど、今年も、たくさんキャラクターがいるんで、そこだけはちょっと気をつけた方がいいかなという気はします。で、去年との違いといえば、このウォルグリーンの隣が、全く更地だったのが、徐々に出来上がりつつありますね。ショッピングモールみたいなのができるよみたいなことが去年看板でね書いてあったと思うんですけど、そこがもうエスカレーターの設置とかも終わってて、もうあとちょっとやればオープン、今年ギリギリ間に合わなかったんで、まあもし来年私がもう一回ラスベガスに来ることがあれば、またオープンしたところね、少し動画に収められるかなという気はしてますけど、どうかな、来年も来れるかな。はい、でこれエボルブドっていうのがお店の名前になるのかな、ちょっと分かんないですけど、いつオープンとは書いてないですね。で H&M、アディダス、プーマ、もろもろ、ABC スターもここまた入るんですね、がありますが、あとはモアカミングスーンというふうに書いてますけど、いつオープンかというのは具体的に、書いてないようです。まあ、ですけどできたらねまた買い物するスペースが一つできて良かったんじゃないかなと、良いんじゃないかなという気はしています。で、まあ、ラスベガスは、まあ、治安もいいんで比較的、海外に慣れてない人でも安心ですよって話はしましたけど、まあ、日本からの唯一の欠点という意味では、直行便がないということですよね。で、まあ、直行便がないということなんで、どうしてもね、どこかでトランジットして、来る必要性があるんですけど、まあ、そこはね唯一慣れてないとちょっと大変かなというそんなところですね。入国審査して一度、荷物を受け取り、また預け直して、ドメスティックに乗るという形になりますね。だからそこがちょっとわからないとね、どういう風な経路で行けばいいのかとか、ちょっとなかなかね難易度は高いかなという感じですけど、まあそこさえねクリアしてしまえば全然大したことはないので、ぜひぜひラスベガスね、楽しい街なんで、まあカジノが好きな人もいれば、いわゆるショーとかねいっぱい、シルクドソレイユもたくさんたくさんホテルで、ショーをやってるんで、その辺を見るのも十分楽しいというそんな街です。ベラージオの前までやってきました。で向かいはパリスホテルですね、パリスホテルでいいんだよな、パリスホテルですねになります。さっきからねずっと撮ってるんですけど、音楽がガンガン流れてて、これ果たして YouTube に上げられるのかなっていうのはちょっと若干不安ですけど、まあその時はその時で考えようかなという感じですかね。こうやって赤信号でもうガンガン渡っちゃってますけど、まあまあ危険なんで、日本人的には注意した方がいいですね。っていうのも、右と左反対から、車が来るんでね、日本と違ってそこだけねちょっと注意が必要かなという気はしてます。で本当は、ホテルの中とかね、ショッピングモールとかあったりするんで、撮影はしたいんですけど、多分ね音楽がガンガン流れてるっていう関係もあって、撮影は多分できないんじゃないかなという気はしてるんですけど、ちょっとシーザーズパレスの中入って見てみますかね。シーザーズパレスですね。去年はね隣のベラージオまでしか歩いてこなかったんですけど、今年は少し長めに、といっても隣のブロックで、隣のブロックといってもかなり距離があるので、なかなかねこのラスベガスって距離感もなかなか見失ってしまうんですけど、一区画一区画一つのホテルがかなりバカでかいと。なんで地図でね
ホテル何個先だよなんつってこう見て確認してから来るんですけど、実は思ったよりも歩くと、まあ、そんなような、のに注意しなきゃいけないということですね。はい、で結局ねちょっとホテルの中というか建物の中は音楽がうるさすぎて、まあ、多分ね著作権とかに引っかかっちゃうんで、撮るのをやめました。でもうねまたデラのホテルの方に戻ってこようかなというふうには思うんですけど、ラスベガス毎年毎年、なんだかんだ来ることになってますけど、まあまあ変わりながらも変わらないそんな風景ですね。そしてベラージュですね、去年も言いましたけど夜になると噴水で有名なところですね。昔々はK1 とかが流行ってた時代にはここで試合とかやってた感じですね。で、アクションカムなんですけど、私登山の回でも何度も何度も言ってきましたけど、まもなく DJI のアクション5が出るということを期待してたんですけど、今回の出張には間に合わず、古い古いね、アクション2のままで、今回、旅を迎えているということになります。できればね新しいアクションカムで綺麗な画質で、録画したかったんですけど、まあ、そこだけはちょっと残念ということですけど、まあ、これまでのね旅の動画の経験値に基づいて、限りなく高画質で、この旅の風景をお届けできるんじゃないかなと、思ってます。で本番はね、明日のデスバレー、そして、出張仕事がね終わった後にハワイ島行って、マウナケアとかそういうところに行く予定があるんですけど、まあ、その辺の風景を、まあ、どこまで綺麗に収められるかといったところが、まあ、今回のメインということになります。で冒頭にも言ったんですけどね、昨日のサンフランシスコ、いやなんか今考えればかなり疲れてて今全然元気になっちゃったんですけど、なんか撮影するモードに入りきれなくて、なんか間の抜けたような動画にはなっちゃってるんじゃないかなという気はしてるんですけどね。まあサンフランシスコはまた来ることもあるでしょうという期待も込めて、次回ちゃんと撮りたいかなというふうには思います。